こんばんは。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。明日28日水曜日の全国の天気をお伝えします。明日は広範囲で傘の出番となりそうです。明日は九州から東北にかけて広いエリアで雨雲が広がります。特に西日本の太平洋側の地域では強まる雨、そして強い風による横殴りの雨に注意をしてください。東海や関東甲信は天気下り坂で午後から傘の出番となります。家を出るときに雨が降っていなくても傘をお持ちください。特に関東南部は本降りの雨となって沿岸では風が強く吹きそうです。そして北海道は道北エリアを中心に雪の降りやすい空です。今日雨だったところも雪に変わり、積雪や吹雪に注意が必要となります。さあ、そして明日は北から冷たい空気が流れ込んできます。西日本や東日本は日中は15度前後と極端な寒さはなさそうなんですが、特に北海道は今日よりぐっと冷えるところが多くなりそうです。最低気温と最高気温の数字同じところでは、朝からだんだんと気温が下がっていくということになりそうですので、防寒は万全に行ってください。以上、明日28日水曜日の天気をお伝えしました。